堂安に毎日と合いますかね。サイドに固定されなければどのチームでも堂安はいけると思います。そう、鎌田ボランチやりたいって言ってたのは知ってますね。あとは守備になるとどのぐらいなのかっていう。バレンナレアル説と思いますか。あり得ると思いますね。モドリッチの後継者として最高じゃないですか。あとはインテルがね、レアルに誘われてる選手をね、引き止められるのかどうなのかみたいなことですよね。今のチェルシーに必要なポジションは、空中戦強くてわけ上がっててビルドアップできるセンターバック来たらいいですけどね。そう、アスピリクエタをウィングバックに使ったり、その選手いないときはインバイ使って、ウィングバックリース・ジェームスとか、攻撃的に行くときはオドイとか。あとはストライカーですかね、シンプルに。ただ、ハバーツはあそこできるから、普通に点取るし。取れるんならストライカーかなと思いますね。